1年ぶりのガチサバイバルにやってきました。サバイバル生活1日目、3時間の捜索の末、拠点と水の確保に成功。漂流物の少ない環境下、最低限の物資を確保して薪節約のために川の水を直接飲むが、これが最悪の事態を引き起こすことになるとは、この時まだ知りませんでした。おはようございます。おはようございます。時刻は6時半ですね。昨日も6時半には真っ暗で、朝6時半にようやく日が出てきたんで、まあ大体12時間ぐらい日が出てない時間があるみたいです。まあ砂の上に寝てると、まあいつもだったらこの防寒着を着てても本当に凍え死にそうになるんですけど、木の上で寝ると多少寒さはしのげますね。ただやっぱりまあ慣れてないっていうのもあるんでしょうけど、地面が硬すぎてすごい頻度で目が覚めました。まあ普通に寒いですけどね。まあ、正直ね、全然疲れが取れてないんですけど、日が昇ると日光でね、体力が奪われていくんで、もう涼しい間に動いていきます。昨日切ったベッドをね、拠点に運び込んでいきます。いい日の出だ、頑張ろう。早速ベッドを運ぶことにしました。可動式のベッドだな、便利だ。一発じゃ難しそうだ、2往復だ。拠点までは断崖絶壁、往復で10分ほどかかります。今1往復終わったんですけど、川の水で完全に腹を壊しましたね。そのまま川の水を飲んだのが完全にあだとなりました。しかもまあまあ強い食あたりだな、結構しんどいわ。やっぱサバイバル下において食中毒は危険ですね。全然頭が回らないし、全身がだるいね。まあ2日目で体内の糖分が抜けてきてるしんどさもあると思うんですけど、それだけじゃない、確実にこれは食中毒だ。まずいな。なんか謎に当たらない自信があったんだけど、川の水は想像以上に危ないし、煮沸がめちゃめちゃ重要だ。優先順位を間違ったな。今日の夜にですね、川の水をたくさん汲んできて、煮沸してバケツ1杯分、もう3日分ぐらい確保しちゃおうと思います。で、火を消そうと思います。10日間もやるとね、海岸に落ちてる薪だけだと本当に足りなくなってくるんで、まあ、まだ動けますし、もっとね体調が悪化していく危険性もあるんで、とりあえず動けるうちにですね、休める場所、拠点を作っていこうと思います。頑張ろう。サバイバル下で食中毒に当たるとこんなにきついとはな。やっと着いた。ダメだ、もう一歩も動けない。普段だったらもっとたくさん動けるんだけどな。一旦ここで休憩します。川の水は本当に飲んだらダメなやつだった。上流ならまだいいんですけど、多分下流なんで動物の糞とかいろんな細菌が流れ着いたんでしょうね。まあこれも実際やってみないと分かんないんで、経験として知ることができてよかったです。動けるようになるまで休憩します。ダメだ、舌がゴツゴツしてて休憩できる環境じゃないな。一旦床を作りますか、そっちの方が多分休憩できるわ。よし、頑張ろう。立ち上がるだけでしんどいな。まあこんなもんか。こっから麻紐とナイフを使ってくくりつけていきます。まあ一番下だけ固定しとけばズレはしないと思うんで、一旦一番下だけ固定して木を並べて、そこで休憩していきます。こっち向きにはおそらく力がかかると思うんで、巻き結びっていう方法をここでしておきます。これは力が加われば加わるほど締まっていく結び方ですね。ロープが短くて足りなかったわ。もう一回です。長いとでもやりづらいんだよね。で、今度はちょっと分かりづらいと思うんですけど、ここに対して割りっていうものを入れていきます。これを入れるとギュッと締まります。で、ここも巻き結び最後しておきます。結構ね、これで頑丈です。多分人が乗っても大丈夫なぐらいですね。これで完成。あぶね、2本目です。反対側も同じです。よし、ガチガチに固定できました。で、ここにこうやって並べていきます。一旦固定しません。これに関しては人が乗っても大丈夫なぐらい頑丈に結んどいたんで、おそらく固定しなくても問題ないはずです。まあ、崩れたらまた結びましょう。今回食中毒当たってしまって、すごい体力が削られてるんで、できるだけ無駄な労力はね、減らしていこうと思います。最小限の労力で拠点を作っていきます。竹の節が邪魔だな。ちなみになんですけど、ずっと素手でやってるんで、もう手がトゲだらけですね。めっちゃトゲ刺さってます。
に節取った方が早そうだな。砂浜だと竹の節があっても砂の中にめり込んでいって問題なかったんですけど、これがあると設置できないんで、この節をこうやって破壊してます。あとは並べるだけや。やっと休憩できる。まあ、岩の量がとんでもない場所でもやっぱり木があればなんとか拠点になりますね。これ相当ボロいです。10日間持つかどうかっていうところですね。最悪だ。歩く場所がね。とりあえずここで動けるようになるまで休憩します。ちょっと今乗ってみて思ったんですけど、すごい斜めってて寝づらいんで、まだ調整した方が良さそうなんですけど、動けるようになったら動きましょう。今回は10日間あるんで、力つけたら元も子もないんで、ね、食中毒ぐらいでねリタイアしたくないんで一旦休憩します。そろそろ食材を取りたいところですね。はい、3時間ぐらい休憩しました。で、まあ一つ分かったことは、まあおそらくですけど、多分食中毒、まあ1日2日で治るような感じではないですね。まあ今回一人なんで、弱音言ってる場合でもないんで、動ける限り動いていこうと思います。で、さすがに何か食べたいんですけど、大体生き物は夜眠ってて、夜の方が取りやすいんで、夜狙いに行こうかなと思います。それまでに、拠点をね、しっかりと作っていきましょう。一旦ですね、簡易的にですけど、服をかけるところを作ろうと思います。ここと、向こう側に木があるんで、これ、麻紐をくくりつけていきます。簡易的にであるんですけど、物をかけることができるようになります。ここも巻き結びです。この巻き結びだと、こういうね引っかかりがない木でもこうやって全く落ちないように結ぶことができます。よし、いい感じだ。近い場所に木が2本あると便利ですね。ここに服をかけていきます。今回はですね、2つ服を持ってきてます。この服と、あともう1枚ダウンですね。まあ正直半袖とかでサバイバルするのは多分不可能ですね。夜が絶対耐えられないです。日光はものすごいんで、外で動くとそれだけでねかなり体力奪われてしまいそうなんで、拠点でできることをどんどん進めていこうと思います。とりあえずですね、このバケツを開けていきます。これね、めっちゃ閉じてるんですよ。ここにチャックみたいなのがあるんで、これ取っていきます。あー、これナイフが危ないな。これで手切ったら縫わなきゃいけなそうだね。あ、取れた取れた。あれ、これで外れるはずなんだけどな。あー無理だな、今回足場が悪すぎるな。ノコギリじゃないと開かなさそうだ。ノコギリでやりますか。これが本当に頑丈でめちゃめちゃ時間かかりました。やべえな、マイク入ってなかったわ。ナレーションが入ってることでしょう。もうね、元気を出すには、もうさっきまでねボソボソ喋ったんですけども、やっぱボソボソ喋ってるとより元気がなくなる。声出した方がいい。いっけー、いっけほら、よし、まあ、声出してきたらやっぱり元気が出てきますよ。音取れなかったのなえるな。まあありがたいことにですね、インタビューとかよく受けることがあって、素潜りしてて死にかけたことありますってよく聞かれるんですけど、あの死にかけたのは小学校2年生の時、初めて魚突きをした時、その時だけですね。でちなみにですね、波が荒くて潮が速い場所、そういう場所に、ね、魚はいます。そういうでかい魚を釣ろうと、めちゃめちゃ波が打ちつけてる岸とかでね、釣り人の人が釣りつけたりするんですけど、あれめちゃめちゃ危険ですからね。よく人死んでます。せめてライフジャケットはつけた方がいい。で俺はあんま危険なとこ行かないようにしてるんですけど、やっぱり危険なとこ行った方が魚はいる。ただ行かない方がいいと思う。俺は素潜りだけは絶対に真似しない方がいいと思う。それで俺の友達も亡くなったりしてるし、安易に始めないでほしい。まあ余談をしてるうちにですね、だいぶ切れてきましたよ。もう少し、もう少しだ。これ集中しとかないと、こんなナイフでグサッとか足切ったらもうサバイバル続行絶対できないですからね。集中していきましょう。よし、外れたんじゃないか。いいね、これ皿としても使えるじゃん。今回皿ないからね。うお、いい感じ。めっちゃ綺麗、中身相当丈夫だよこれ。頑固にへこんでるわ。戻らん。まあいいでしょう、これで入れ物確保です。今日の夜はこれを使って何か食材を取りに行けたらなと思ってます。順調にいろんなものが整っていってますね。今日は拠点もできたし、獲物入れも服置き場も作れたんで、あ、また声が小さくなってる。
よし、次は火を起こしましょう。今回このサバイバルに向けて去年失敗した竹の火起こし、せっかく練習してきてたんですけど、ここのポイント、火起こしできそうな竹が落ちてない。多分この海岸に落ちてるものだけで火起こしするのはほぼほぼ不可能ですね。で、正直木の火起こし条件が揃ってたとしても、去年俺が一日中ずっとやり続けて全く火が起きないような、もう本当にめちゃめちゃ難しくて、1年経ってまだ未だに右肩痛いんですよ。で、そんぐらいやってもつかないぐらいの難しいものなんですよ。で、今日は、まあ、もしかして海岸に竹が落ちてなかった場合っていうのを想定してもう一つ準備してきております。用意するのはこちらです。電池ですね。本当に火が起きるのかどうかわかんないんですけど、どうやら電池で火を起こせるらしいんですね。まあ、やっぱり遭難した時何かしらの電池なら持ってる可能性が高いんじゃないかと。今遭難しながら見てる人、電池を使ってみましょう。つくかわかんないんですけど、で、これとアルミホイルですね。まあ、アルミホイルじゃなくても細い金属だったら何でもいいらしいんですけど、今回はもうアルミホイルを用意してます。はい、ついてくれ。まずはかまど作りからですね。今回はですね、鍋を持参してるんで、鍋が置ける状態を作っていきます。大丈夫そうですね。で、床材に使用してたこの木材、これを一つ使って北地を作っていきます。これで作れるかな。あ、でもいけるわ。こんな感じで最初に火をつけるような細かいのを作っていきます。結構たくさんいるんでいっぱい作っていきましょう。で、これを細かく砕いていきます。なるべく空気が入りやすい方が火が起きやすいんで、なるべく砕きます。いい感じですね。で、こう置いときましょう。はい、北地ができたんで火起こしをしていきましょう。アルミホイルを使ってやっていきます。これをこんな感じでちぎっていって、いや、先っぽを細くするみたいです。で、もう一個も細くしていきます。で、このアルミホイルを使って電池をショートさせて、その熱で火がつくみたいです。じゃあ火を起こす準備が整ったところで、もうつくと仮定して、水を沸騰させるだけだともったいないんで、何か食べ物を取ってきて一緒に茹でて昼飯としましょう。今回サバイバル初の食事になります。よし、探しに行ってこよう。拠点の近くにツワブキとツルナが生えてたんで、それを取ってこようと思います。ツワブキが生えてますね。よいしょ、取れました。立派ですね。ちっちゃい方がアクがなくて美味しいって言われてるんですけど、あんまちっちゃいのはないですね。よいしょ、ツルナもありました。いっぱい生えてますね。浜ほうれん草って呼ばれてたりもします。もうお腹が空いて気持ち悪いんで、たくさん取っておきましょう。ツワブキは葉っぱ食べれないんで、葉っぱちぎっちゃいます。だいぶ集まりました。結構量あるんじゃないかな。もうちょっと取るか。せっかく作るなら2食分作った方がいいもんね。まあこんだけあればいいでしょう。そしたら、まあ泥だらけなんで海水でね、洗いに行きます。やっぱたくさん泥が出てきますね。洗っといてよかった。よし、じゃあ戻りましょう。はい、そしたら戻ってきました。なんか今回は前回とは比較にならないぐらい体が重いですね。食中毒なのか、もしくは前回やっぱ株が生えたのがでかかったのかなとか思いますね。まああれが腹の足しになったとは一回も思わなかったんですけど、0と1は全く違うのかもね。とりあえず何か食べないとって感じ。つくのかな、こんなアルミホイルと電池だけで。つくのか。この電池のプラスとマイナスにアルミをつけて、で、この先っぽをくっつけるとショートして火が出るらしいんですよ。あ、でも煙出た。つけよう。これつかなかったら今回火なしだぞ。お、今一瞬つきかけたわ。お、ついた、ついた。やばい。枯れ葉だ、枯れ葉。すごいな、開始数分で火起きたよ。こっちのカメラでね、撮れてなかったし、まさかつくと思ってなかったから、カメラ移動させる間に火消えたね。残念。まあでもこんだけすぐつくんで、朝紐を今度は北地にしてつけようと思います。朝紐を使います。これをほどいて細かくして北地にします。早く水が飲みたいし飯も食いたい。3本の縄からできてます、朝紐は。で、これをさらにほどいていきます。ティッシュとかがあればね、すごい簡単につけるんですけど、まあ、サバイバル下では竹だったりを使います。今めんどくさいんで麻紐使ってます。だいぶほどけてきました。火をつけていきましょう。つけよう。あっつ、あー、電池がショートして熱かった。さっきのは奇跡だったのか。あ、ついた、よし、いけいけ。
いいぞいいぞ。おお、いい感じだ。着いたわ。よかったよかった。電池のパワーってすごいんだね。おお、もうだいぶだいぶ着いたな。そしたらここに鍋をセットして、昨日汲んでおいた水、これを入れていきます。ちょうどだ。これが沸騰すれば水が確保できます。早く沸いてくれ。これ半分に折っときましょう。お、湯気が出だしたぞ。おお、沸いてるわ。吹きがね、結構茹でないといけないんで、もう少し茹でときましょう。サバイバル初の食事です。嬉しいね。ほうれん草を食べていきましょう。うわ、湯気がすごいな。浜ほうれん草、まあ、ただ茹でただけなんで味付けもなんもないですね。まあ一日何も食べてなくてもまずいもんはまずいですね。でも食べないより絶対マシなんで。一回味噌汁にして食べた時は美味しかったんですけど、味なしだと最悪ですね。結構期待してたんですけどびっくりした。まあ本当は海水とか入れて味をつけたいところなんですけど、まあ本来は水分補給のためですから、うん、無味でいきます。塩分濃度が高いと水分が補給できないんで美味しくないですけど、これで耐えます。すごいな、今何食ってもうまいと思ったんだけどな。しっかりまずいよ。うわ、まず。まあ浜ほうれん草自体は山菜としても食べられてるような、まあ割と普通の食材なんですけど、最高にまずい。つわぶきの出汁が、つわぶき入れたの失敗だわ。つわぶきも食べてみましょう。本来はアク抜きをしないと食べられない食材で、こうやって皮を剥いて、まあちょっと甘辛く煮つけたりとかして食べるもんなんですけど、海だとどうなんでしょうね。この美味しいが確約された場所でしっかりまずいが出てしまうぐらい美味しくないですね。剥けました。食べてみましょう。芭蕉の木ぐらいまずいな。前回芭蕉の木を食べたんですけど、それと同じぐらいまずかったです。まず、吐きそう。いっぱいだったな。つわぶきすごいね。なんか生臭さとえぐみ、あと苦みがあって、で香りもめちゃめちゃ強い。あの今まで食べた野菜の中で一番まずいわ。失敗したな。まあでもエネルギー源なんで食べときます。あー、つわぶきってこんなまずいんだ。初めて食べたんだけどめちゃくちゃまずいわ。まあいいや、水分補給しましょう。まあ、水分補給がメインですから。じゃあ水入ってたペットボトルを入れ物にします。これをこうすれば入れ物になります。暑いから冷ましましょう。うわ、めっちゃ緑になってる。あ、もう俺なんか嫌いな食材あんまりないって今まで言ってたんですけど、あのツワブキですね。ツワブキが嫌いな食材です。飲んでみましょう。すごい色ですが、お味はどうでしょう。あ、水は割と普通。うわー、めっちゃいい。なんかお茶みたいになってる。ツワブキのまずさはあんまり水には出てないですね。うわー、美味しい。なんだこれ、なんかツワブキのちょっとしたえぐみがお茶みたいになってていいわ。生き返るわこれ。食材としてはだいぶクソでしたけど、飲み物としてはツワブキ優秀だ。めっちゃ生き返る。今回も火も水も確保できたんで、もうめちゃくちゃ順調ですね。あとは食材だけ、どれだけ美味しい食材を取れるかといったところですね。まあ干潮の時が食べ物を取りやすいんですけど、おそらく干潮が明日の朝4時なんで、今日はまあ食材という食材は食べれずに明日の早朝に取りに行く形になります。ここの拠点で一日過ごしてみて分かったことは、あの座れる場所がないんですよ。砂を入れて座れる場所を作ろうと思います。バケツに砂を入れて 2,3 往復ぐらいすれば座る場所ぐらいできるはずです。まあ、海岸までの距離がちょっと遠いんで、なるべく往復少なめで行きたいですね。もう今日始まった時からずっとやりたかったんですけど、まあ暑かったんで日が落ちた今のタイミングで行こうと思います。で座る場所はあそこのベッドから下に降りて、で火が使いやすいここら辺にしようかなと思います。ここに砂を敷き詰めていきます。はい、それじゃあ砂をこれで汲んでいきましょう。はい、着きました。じゃあ砂をね汲んでいきましょう。何往復もしたくないんでいっぱいに詰めていきましょう。
やっぱ10日間もやるってなってくると、どれだけ快適に過ごせるかっていうのがすごい重要だなっていうのが前回学ぶことができたんで、なるべく拠点は楽に過ごせるように作っていきたいですね。持てるかなこんな量。あ、いけるわ。これは結構重いわ。今回断崖絶壁すぎて往復でめちゃくちゃ体力奪えるわ。いやにしても今日も絶望的に海が荒れてるな。あのぐらい白波が立ってると入ったら即死ですね。この岸から白いところまでが浅いサンゴ礁、まあ大体水深1メーターとかそんぐらいになってて、あの白いところから一気に水深10メーターぐらいまで落ちてて、で干潮になるとあの浅いところが全部陸に出て、この中プールみたいになって、あの外の強い潮が入ってこなくなるんで、そこを狙って明日の早朝何かしら取っていこうと、そういう話ですね。よいしょ。あんまり往復はできそうにないな。結構暗くなってきたわ。ここに砂を敷き詰めていきます。よし、いい感じだ。ここで一杯でも結構十分なぐらいいいな。うわーうわー今日一嬉しいかも。めちゃめちゃいい。もうずっとストレスだった。うわーいいわ。なんでもない砂ですけど、もう舌が安定してるかどうかで全然違う。お祝いにお茶飲みましょう。ちまちま飲んでいこうね。あーうめえ。めちゃめちゃうまいわ。初日の川の水飲んで喉がヒリヒリした感じは何だったんだろうね。いや今日は朝起きた時体調が悪すぎてもうどうなることやらと思ったけど、まあ、寝床も確保できて火もうまくついて水も確保できて、で、まあ、食材に関してはめちゃくちゃまずいな。正直全く腹に溜まる感じはしない。食べたらでも少し元気になった。やっぱめちゃくちゃまずいけど食べるのすげえ重要だなと思った。で今日は、まあ、海行っても今満ちてるんですごいお腹も空いてますけど、とりあえず明日の早朝まで我慢しようと思います。もしかしたらなんですけど、あそこの川に何かいるかもしれないんで、今日の夜あそこの川に何かいないか見に行って、いたらそのまま料理して、いなかったら翌朝に向けて寝ようと思います。でまあ今日何が取れるか分かんないんですけど、仮に魚が取れても刺して焼くものがないと焼きようがないんで、日が暮れるまでは串作りをしようと思います。寝床とか火起こしに使ったあの竹を使って作れると思います。まあ、目標2本作りましょう。そんなに大量に魚取っても塩がないとね。よし、じゃあ串作りやっていきましょうか。串作るとか言いながらサボって夕日を見てたんですけど、とんでもないものを見つけてしまった。すごいでかい魚がいっぱいいる。あんな浅瀬にさ、わかるかな、望遠レンズじゃないから。うわー見えないか。めっちゃでかい魚がいっぱいいるんだけどな。もうちょい下降りた方がいいか。ほらわかるかな、めっちゃでかい魚がいる。しかもめちゃくちゃ近い。うわー食べたい。テングアギだ。波打ち際ギリギリのところに。あれはなんだ、あれ打ち上がんないかな。うわーでも入ったら死ぬな。あんな浅いところに魚がいっぱいいる。しかも50センチありそうだ。うわ来た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 。うわー悔しいな。急にお腹が空いてくるな。あれはテングハギとカンムリベラですね。こんな浅瀬にまで来るんだ。あれが取れたらサバイバル勝ったも同然なんだけどな。取る手段がないね。夜だったらもしかしたら手掴みとかでいけるかも。腹減ったな。いやあいつらを焼けることを夢見て串を作ろう。まあ、素潜り漁を解禁してしまえばあの魚も余裕で取れるんで楽しみやな。冬の魚うまいんですよ。うわーもう楽しみだ。それだけで生きていける。頑張ろう。うわーあいつら焼けるの楽しみやな。よし切っていこう。この竹を使っていきます。まあ、長さ的にはまあ、このぐらいかな。この竹ほんと硬すぎて、わかるかな、わかるかな、これ竹が硬すぎてノコギリの刃が何本か折れてるんですよ。とんでもないよこれ。めちゃめちゃまずかったけど、ハマホウレンソウとか吹き食べるだけで全然違う。すごいわ、食べ物って偉大だね。まずいけど食べてよかった。はい、こんな感じになりました。いい長さですね。暗すぎて映らんな。外行くか。にしてもほうれん草食べたら元気になったな。ポパイより本当のこと言ってたんだね。本当に体調悪かったけど食べ物食べてなかったからなのかな。完全食中毒だと思ってたんですけど、お腹も痛かったし、違ったのかな。シンプルに食べ物食べなきゃいけなかっただけなのかもね。よし割っていきましょう。うわまた崖だ。ケツがいて。でこれを尖らせて魚が刺さるようにしていきます。
でも今さ、100均とかに行けばこれよりもっといい串がさ5本入りとかで100円で買えるってすごいよね。作るのって結構大変なんだよね、自分でやると。いい時代ですよ。鍋とかナイフなんてそれこそ作るの不可能だからね。10日間じゃどうやって作るのかも知らないですけど、ちょっと不格好だけどできました。はいな、これで油が乗った魚をさ刺して焼いて食べるの想像するだけでもう楽しいんだけど、本調子が戻ってきましたよ。シンプルに軽い日射病みたいな感じでしんどかっただけなのかもね。にしてもいい竹です。でもやっぱり海に落ちてたやつなんでちょっとね頑丈さには欠けますね。風化しちゃって、さっきは先っぽをかなり尖らせたんですけど、この先っぽだけを思いっきり尖らせた方が頑丈そうですね。あれだと魚を突き刺すのは難しそう。さっきよりもだいぶ頑丈そうじゃないですか。細いもんね。この3本作るだけでも自分でやると結構大変ですね。何か魚が取れたらいいね。日が落ちてきたんで川に何かいないか探索してみようと思います。何かいてほしいね。なんだかんだ今日はしっかりいい一日だった。もうすぐ日が暮れてしまいそうだけどめちゃくちゃいい日だった。まあ、意外とね見せてないんですけど、まあ、俺デスクワークが多くて、うわデスクワークつらいなとか思いながらパソコンにかじりついてるんですけど、今もう県外で電波も届かない、絶対にデスクワークもできない状況で、この夕日水平線しみるね。去年と比べるとおじさんになっちゃったわ。夕日が綺麗だなんて言ってなかったもんね。いやー完全にね夜になりました。とりあえず薪がないんで薪拾いをして、そっから川の採集しようと思います。おそらくこのままだと何か取れても焼けないという現実に直面するんで、涼しいうちに取りましょう。あーでも暗いな、ほとんど映んないね。すげー、ここに来てめっちゃ息があった。もう真っ暗で何も見えないんですけど、これです。すごいな、結構長い竹です。3メーターぐらいありそうですね。これでも火起こせそうだな。今更見つけちゃったけど、こういう竹があると拠点が作れます。これもついでに持っていきましょう。おお、いい木があった。これはちょっとでかすぎて燃えづらそうですね。こっちを持っていきましょう。さて薪も取れたところで川の散策をしてみましょう。なんかいてほしいな。あんなしょぼい川だから多分いてちっちゃい魚とかだと思うんですけど、もう取る方法手なんで、どうだろうね、取れるかな。なんかいないかな、いてほしいんだけどな。いないかな、魚とかいそうなもんだけどね。 あいたいた、いや取れた、テナガエビだ、テナガエビがいるぞ。これは嬉しいな。え、今2匹いたよね。どこ行ったんだろう、もう1匹。あ、いるわ、いるわ。ここ。うわぁ、取りづらそう。あ、逃げた。よし、取れた。取れたぞ。うわぁ、こんなところにもいるもんだね。ちょっとちっちゃいけど。もう入れ物がないんで、ポケットに入れて、いた、挟まれてる。ポケットに入れときます。もういないのかな？いなそうだ。おそらくここだけで住んでるとは思えないんで、上流から流されてきた可能性もありますね。うわ、ちっちゃいのもいる。このちっちゃいのはかわいそうだ。やめておこう。いや、結局2匹しかいなかったけど、これでやっとまともな食事ですよ。やっとや。焼いて食べよう。拠点に戻ってきました。いやー、最高でしたね。めちゃめちゃ楽しみや。手長エビが取れるとはね、あんなところにいるんだね。しかも手で取れると思わなかった。あともう10センチでも深かったら手では難しかったね。締めてから、これ串に刺して焼いて食べていきましょう。淡水の生き物は寄生虫がいる可能性が高いんで、絶対に火を通して食べた方がいいです。学校虫っていう虫がいるんですけど、それに感染するとすごいですよ。皮膚の下を這い回ったりとかするみたいです。めちゃくちゃ危ない寄生虫に感染しちゃうんで、それで亡くなった人とかもいるぐらいなんで、川の生物は絶対に火を通した方がいいです。多分生で食べた方が美味しいだろうし、面倒なんですけど火通します。じゃあさっき取ったエビを締めていきましょう。ポケットの中から出ていきます。ドーン、手長エビ。こんな上等な、あ、めっちゃ挟んでくる。こんな上等な生物を、あ、死んじゃった。潰しすぎた。こんな上等な食材がまさか2日目で手に入るとは。はい、閉まりました。閉まったら、エビを刺していきましょう。ちょっと太すぎるな、串が。
こんな感じでさせました。これで焼いていきましょう。うわーめちゃめちゃいいわ。結構すぐ赤くなるんですね。うまそうだね。うわこれ塩あれば最高だっただろうね。はぁ、明日塩作ろう。はぁ、これはうまいわ。よし焼けたんじゃないか。ちょっと一口かじってみよう。焼けてるかどうかね、怖いんで。うわめっちゃいい香り。なんだこれ、めちゃめちゃうまい。正直どぶ臭いんですけど、めちゃめちゃうまい。焼けてるかどうかだけが心配。あ、焼けてるわ。やばいな、まだ2日目の夜なんですけど。か、こんなにうまいか。これは生き返る。手長エビの命に感謝ですね。ごちそうさまでした。うわーこれ、いやもうこれ家帰った時お母さんとかがさ、今日の晩飯これだよって言ってエビ2匹だけ出されたら、えーってなるけど、やばいな。もうこの2匹の満足感が半端じゃない。めちゃめちゃうまいじゃんこれ。うまっ。あの皮だからもうあんまりいないだろうね。びっくりした、うますぎてびっくりした。めちゃめちゃ元気になってきた。じゃあお茶も飲もうかな。お茶も飲むぞ。お茶も作り置きされてますから。激まず浜ほうれん草が縁についてる。これどんな状況でもまずいわ。ああ本当にお茶って感じ。なんか健康に良さそうなお茶って感じ。もう1リッター近く飲んでるわ。回復です。時刻は7時53分です。10月28日ですね。11月6日の朝9時を迎えましたら終了です。そこまでなんとか耐えましょう。まだ7時53分なんですね。今日はですねもう寝ますということで、こんな感じで2日目終わりです。おやすみなさい。明日3時に起きて何かしらの食材を取りに行きましょう。うわー疲れたぜー。